きなく使うっていうよりも必要なものをですね厳選して使うっていうのが重要ですよね。化粧品はやっぱりアイテム数が増えるほど肌トラブルが増えるという広告はありますので、うん、3種類4種類に変えたところ肌の赤みとか乾燥の度合いとか変わって嬉しいという意見をいただいて僕も嬉しかったっていうのが、はい、今年はあります。いや本当にこの実体験からね語るから説得力がありますね。ツヤ肌名人の友香社長です。日本で唯一美容クリニックで働いている薬剤師としてインスタグラムの方を発信しております高弘です。今日もよろしくお願いします。お願いします。今日はどんな話しましょうか。今日は美肌になるためにやってはいけないこと、はい、なるべくお勧めしないよってことの方も大事だと思うんですよね、うん、なんでそれを2人でランキング形式でちょっとやっていけたらなと思うんですけども、他にも美容皮膚科に関する動画をアップしていますのでチャンネル登録お願いします。高谷さん何があります？僕はこれが第3位かなと思うのは、うん、スキンケアをブレンドしてしまうのがありがちかなとは思うんですよね。スキンケアっていうのは製品にもよるんですけど2週間4週間また2ヶ月3ヶ月とそれを見て化粧品の効果を見てるっていうところもあったりはするので、うん、毎日変えるっていうのは本来の化粧品のいいところを打ち消してしまうんじゃないかなと考えたりする時が多いです、うん、すごく同感です。スキンケアってね1日で効果を体感っていうよりは肌のターンオーバーのサイクルもありますし決められた期間しっかり使うっていうのもすごく重要ですよね。効果としてもね感じられないまま次に行くっていうのも良くないですしね。負担も大きいですよね。大きいですね。スキンケア外来をやらせていただいてるんですけれども、はい、過去最高だと60種類いっぱい揃えてる方もいらっしゃったりっていうのは僕経験上ありました。気づいたら迷子になっちゃう、なんでそこを僕に相談しに来たっていう方いらっしゃいましたね。実際僕も60種類聞いた時に、うん、そこには何か悩みがあって足していくものだと思うので、うん、なんでその増やしてしまったのかっていうまず根本を聞いてみたら何か1個使うごとに気になることが変わってきて足していく、うん、といった風に増えてくるって方だったんですね。なるほど。知識なく使うっていうよりも必要なものをですね厳選して使うっていうのが重要ですよね。化粧品はやっぱりアイテム数が増えるほど肌トラブルが増えるという広告はありますので、うん、3種類4種類に変えたところ肌の赤みとか乾燥の度合いとか変わって嬉しいという意見をいただいて僕も嬉しかったっていうのが、はい、今年はあります。いや本当にこの実体験からね語るから説得力がありますね。ともこさんの方もそういった方っていうのはいらっしゃいます、うん、あそうですね。イメージすごい強いのがレチノールさらにハイドロキノンみたいな感じでとにかく攻めればいいって思ってらっしゃる方がいらっしゃいまして肌診断機で見た時やっぱお肌の中が真っ赤に炎症していたんですね。これだとシミもおいおい出てきますし良くないなっていうことで炎症を抑えるアイテムとかも組み合わせて行っていたところお肌の中の炎症もトラブルも収まってすごくいい治療経過だった方もいらっしゃいました。そういった炎症が起きた時にどういったアイテムを使えばっていうのは先ほど撮ったこちら見ていただければっていうところですね。はい、はい、第2位としてありがちだなっていうのをつけていきたいなと思うんですけど、うんうん、まあ、否定するわけじゃないんですけど、はい、ハリコスメ活性化するっていうのが目的のお化粧品だと思うんですけど美容医療従事者からすると闇雲につけてそれが肌にいいかっていうのはまたちょっと違ってくると思いますね。肌強いですっていう方じゃないとっていう印象はあります、うん、見てくれている方のことを考えると30代前後の方から40代50代の方がやっぱり多い印象ではありますので、うん、乾パンっていうものの刺激になるんじゃないかっていうところが非常に怖いところだなというところですね、うん、ハリコスメなんですけど、うん、針が入ってるんですか？針ではないですよね。ちょっとまあトゲがあるような成分を配合してますよね。はい、うん、それが肌にとどまるってことは言われてまして冬はやっぱり乾燥とか敏感肌に悩む方が多いと思うんで、うん、ここで使うと肌が荒れてしまうってことにつながってしまうんじゃないかなって思うんですよね、うん、そうですね。じゃあ第1位何かありますか？第1位は毎日パックっていうのはどうですかね、うん、確かにそれすればいいっていう風に思ってる方も多いんじゃないですかね。パックというものは肌の細胞一個一個浸透させやすくする設計だったりはするので乾燥とか敏感悩んでる方って肌が乱れがちなので毎日パックやってしまうとあんまよろしくないんじゃないかなっていうような僕も印象があります。僕の本当経験上なんですけど 90% の方は毎日パックやめた方が肌ツヤが良くてっていう方で実感されてる方多いかなという印象です、うん、私も同じですね。敏感肌乾燥肌っていう方が
パックをしすぎると悪化してしまうケースもあります。逆にツヤ肌とかでニキビできやすい方で鎮静っていうのを目的でさっぱりしたタイプのパックを1週間連続で使うとかはいい結果に終わったケースはあるんですが、その人の肌質に合わせて使用する頻度とかっていうのもね考えていただきたいと思いますよね。どのくらいの頻度で使っていけばいいですか。使用頻度をですねぐっと縮めてしまうと日々使ってるスキンケアの相乗効果っていうのは低くなるので、週 2,3 回ぐらいでやるのがいいんじゃないかなと思います。僕も週2とかだと思うんですが、一番はあの化粧品の注意書きに書いてある印象ではあるので、そこを守って使えば特に問題ないのかなとは思います。じゃあ今日の意外と知らない NG スキンケア3選というところなんですけども、はい、第3位はスキンケアを毎日ブレンドしてしまう、はい、第2位はハリコスメ、第1位は毎日パックという結論でよろしいですかね。はい、はい、今日はですね、ガイラさんをお招きして意外と知らない NG なスキンケア3選ということでお届けしてまいりました。今日は貴重なお話ありがとうございます。ありがとうございます。今回の動画を気に入ってくださった方はチャンネル登録とグッドボタンお願いします。インスタグラム、TikTok、X それぞれやってますのでぜひフォローお願いいたします。日本で唯一美容クリニックで働いている薬剤師としてインスタグラムの方を発信しております、高弘と申しますので、ぜひ takahiro.skincare で検索してみてください。概要欄にホームページのリンクも貼ってありますのでぜひご覧ください。無料カウンセリングも行ってありますのでぜひお気軽にご覧ください。次回の動画もお楽しみに。つやってねー。